皆さんこんにちは。練馬のビヨンセとも言われている人気ラッパーでアーティストのちゃんみなさん。ちゃんみなさんの歌声は一度聴いたら忘れられないほど印象的ですよね。セクシーでかっこよく、同世代からも圧倒的な支持を受けている存在です。今回はそんなちゃんみなさんの過去の彼氏や熱愛、その顔立ちから韓国人とのハーフではと言われている真相や、旦那さんも韓国人と言われており、子供もいるという噂、過去にはいじめを乗り越えた経験を持つちゃんみなさんについてご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴をお願いいたします。ラップとインパクトのあるパフォーマンスで注目されているちゃんみなさん、 YouTube での総再生回数や TikTok でのハッシュタグ視聴回数が1億回を超える人気ラッパーです。さらにロックインジャパンへの2年連続出演やサマーソニックへの3年連続出演といった実績を持つ注目すべき若手アーティストです。ちゃんみなさんは国内外を問わず同世代から圧倒的な支持を受けている存在です。日本語が上手ですが、日本人離れしたスタイルで本当に日本人と疑ってしまいますよね。ちゃんみなさんは母親が韓国人のハーフです。最初にちゃんみなさんの国籍や本名などプロフィールを紹介します。名前、お友内みな、生年月日1998年10月14日、年齢25歳、2023年時点、出身地東京都練馬区、国籍非公開。韓国で生まれ、3歳までは韓国で過ごしていたそうですが、国籍は公表されていません。6歳までは韓国、日本、アメリカを行き来する幼少期を送っていたそうです。そのため3カ国語を話せるトリリンガルに自然となったようです。小学校2年生の時に日本の小学校に転入しますが、いじめられ、その後いじめの影響もあり、中学3年間はぶれていたそうですが、高校からは音楽をちゃんとやりたいと本格的に活動を始めました。2016年4月18日の高校3年生の時に配信リリースした未成年で iTunes ストアのヒップホップランキングで1位を獲得。2023年には夏のドラマ「はやぶさ消防団」で主題歌「命日」を歌いました。そんなちゃんみなさん、実は過去にいじめを受けたこともあり、壮絶な生い立ちだったそうです。小学生時代、バレリーナであった母親の仕事の影響で韓国、アメリカ、日本を行き来していました。しかし小学校は日本の学校に通うことになったんですね。ちゃんみなさんは小学生の頃からなんといじめに遭っていたそうです。なぜいじめられたかというと、主な原因は名前と言葉の壁でした。ちゃんみなさんの本名はお友内です。かなり珍しい名字ですよね。大人になればなるほど珍しい名字に憧れを持つ方も多いと思いますが、子供にとっては読んでもらえなかったりすることもあり、こういったこともいじめの発端になったそうです。そしてもう一つは言葉の壁です。幼少期から様々な場所で過ごしていて、当時は日本語もまだうまく話せなかったようです。そういうところでもからかわれたりしていじめを受けたそうです。無視をされたり、ランドセルを壊されたり、さらには池に落とされたこともあるそうです。そのこともあり、中学時代にかなり荒れていたそうです。学校には行っていたそうですが、夜中に家を出たり友達の家などで過ごすことも多かったそう。しかしこの頃、ビッグバンに影響を受けたことによりヒップホップのダンスを習い始めるんですね。これが現在のちゃんみなさんの原点と言えるのかもしれません。ちゃんみなさんは高校生になると本格的に音楽への道へ舵を切り始めます。不良仲間たちが大人になっても何も変わっていない様子を見て、自分はこうなりたくないという感情を持ったそうです。それまでの交友関係を一切断ち切り、心機一転音楽への道へ進むようになりました。このようにちゃんみなさんは学生時代、主に小学生や中学生の時は壮絶な体験をしているんですね。それでも現在は女性ラッパーとして活躍されていますし、ちゃんみなさんの努力されたことがうかがえますね。ちゃんみなさんがいじめを乗り越えられた理由として、ビッグバンの存在が影響している可能性が考えられます。小学生の時のいじめが原因で
当時は家に引きこもりがちだったちゃんみなさん、そんな時 YouTube でビッグバンのハルハルミュージックビデオを見たそうです。このミュージックビデオの歌詞や映像に衝撃を受けて感動したそうです。ここからちゃんみなさんの音楽の方向性が鮮明になったそうです。嫌なことも自分のやりたいことが見えていたから乗り越えられたのではないでしょうか。ビッグバンの存在がちゃんみなさんのいじめを乗り越えられた理由の一つである可能性は高いでしょう。ちゃんみなさんが実は結婚してるのではないかと言われていますよね。旦那さんは韓国人との噂も。しかしちゃんみなさんは2023年8月現在まだ結婚していないようです。ではなぜ結婚しているという噂が出たのでしょうか。噂の真相 TIKTOK。 ちゃんみなさんが赤ちゃんを抱いて出てくる動画が出ています。動画に出てくる2人のやりとりはまるで夫婦そのものです。確かに結婚してそうに見えますね。噂の真相テレビ。またマツコ会議でちゃんみなさんとマツコさんが理想の幸せの形について話していて、マツコさんとちゃんみなさんが幸せについて話し合っています。ちゃんみなさんは理想の幸せを形成中と答えているのです。そのため話の中で結婚という言葉が見受けられ、マツコさんとのやりとりで結婚が連想されたのかもしれません。ただちゃんみなさんの発言が一人歩きをしてしまったことが原因だったみたいですね。ちゃんみなさんがマツコさんにお話しした理想の幸せが結婚ではないとしたら、おそらく音楽もしくは結婚以外のプライベートとかになるのでしょうか。もっと詳しくちゃんみなさんの世界観が知りたいですよね。噂の真相ツイッター。さらにはちゃんみなって別の人がツイッターで結婚報告をしていて、別のちゃんみなさんと混同されたのかもしれません。ちゃんみな結婚と文字だけ見ればちゃんみなさんが結婚したと思えますよね。このように今見てきた3つのこと、 TikTok、 テレビ、ツイッターが重なり、ちゃんみなさんが結婚しているという噂が浮上したようでした。これでちゃんみなさんは結婚していないことが明らかになりましたが、今までにちゃんみなさんがお付き合いされていた男性は誰なのかとても気になります。次はそんな気になるちゃんみなさんの彼氏と噂された男性を見ていきましょう。調べてみると3人が出てきました。1ルードアルファ、2ユートゥーザアンサー、3日高光弘。1人ずつ詳しく見ていきましょう。ちゃんみなさんの彼氏だと噂された1人目はラッパーのルードアルファさんです。ルードアルファさんが高校生ラップ選手権第10回大会で好きな人がいるような発言をして、ちゃんみなさんではないかと噂になったことが発端となっています。ルードアルファさんとちゃんみなさんが交際していたとの確認は取れていません。よって2人が本当に付き合っていたのかどうかの信憑性は低いと思われます。ちゃんみなさんの彼氏だと噂された2人目はラッパーのユートゥーザアンサーさんです。ユートゥーザアンサーさんはくどきラップというイベントに出演した際にちゃんみなさんとの激しいパフォーマンスを披露しました。この2人を見た人から交際の噂が出てきたと思われますが、付き合っている証拠はありません。おそらくちゃんみなさんとユートゥーザアンサーさんはただの噂止まりであったと思われます。ちゃんみなさんの彼氏だと噂された3人目はラッパーシンガーソングライターの日高光弘さんです。スカイハイでソロの音楽活動を行ったり、パフォーマンスグループの AAA に所属されています。ちゃんみなさんと日高さんはホーリーモリーホーリーナイトでコラボレーションしています。仲がいいことは間違いないようです。男女ではありますが親友みたいな関係で、交際の事実はありません。以上でちゃんなみさんの彼氏と過去に噂された男性3人についてでした。ちなみにちゃんみなさんの現在の彼氏はマーゼルのタクトさんだという噂があるのです。なぜそのように言われているのでしょうか。実はタクトさんは過去にちゃんみなさんのバックダンサーをしていたことがあります。そしてタクトさんはスカイハイさん率いる BMSG のオーディションを受け、2023年5月にマーゼルのメンバーとしてデビューしました。2023年5月6日に放送された J-WAVE DIVTO The New World にちゃんみなさんが出演した時のこと。スカイハイさんとマーゼルメンバーとなった
タクトさんについて話していました。タクトさんがマーゼルメンバーに決まり、チャンミナさんのバックダンサーの仕事が急にできなくなったと聞き、チャンミナさんはスカイ・ハイさんに連絡をしたんだそうです。その時かけた言葉が、おい、うちから抜いたな、だったのだそう。その言葉を聞いたラジオのリスナーが、うちから抜いた、タクトさんを私から奪ったと解釈したからではないかと言われています。話の流れからして、あくまでもチャンミナさんのダンサーチームから引き抜いたという意味で話をしていたと思います。結果としてタクトさんがチャンミナさんの彼氏だということは完全に否定はできませんが、証拠にはならないでしょう。いかがでしたでしょうか。今回はそんなチャンミナさんの過去の彼氏や熱愛、その顔立ちから韓国人とのハーフではと言われている真相や、旦那さんも韓国人と言われており子供もいるという噂、いじめを乗り越えた過去について調査していきました。 TikTok でのハッシュタグ視聴回数が1億回を超える人気ラッパーとなったチャンミナさんの今後も期待ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。